オルフェウス、オルフェウスピカロ、カデンツァ、任せてくれ。タナトス、タナトスピカロ、冥府の扉、終わりにしよう。イザナギ、イザナギピカロ、十文字切り、一戦、マガツイザナギ、マガツイザナギピカロ。お仕置きが必要だな。これはどうだい。かぐや、かぐやピカロ、エクストリームウィンド、巻き起これ、聖なるつむじ風、アリアドネ、アリアドネピカロ、飛んでけ。教育的指導だ。アステリオス、アステリオスピカロ、お前の命もここまでだ。壊れろ、壊れろ。月読み、月読みピカロ、ショータイムだ。その身で受けてみろ。メサイア、メサイアピカロ、響けオラトリオ。倒れていられない。はっせっちゃん、はっはっはっせっはっせっちゃん、はっ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 せっ。もらった、そこが。くたばれ、観念しろ、終わりだ。倒れろ、くらえ、当たれ、そこだそこだ、転べ、せっはっはっはっ。力を出し切れ、全力だ。力をセーブしろ、節約してくれ。体力を最優先に、生き残ることを考えろ。直接指示する、聞いてくれ。ふんふん、それよしよし。ペルソナ、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 行くぞ、やってやる。ペルソナ来い。ふん、行くぞ、やってやる。意外とすぐ乗れたね。ああもう、昔志保と会って救われた時にね、思ったの。出会いは宝物。私もう逃げない。自分にちゃんと向き合って、今度は誰かを救ってあげたい。でもまだちょっと不安だから、君にも手伝ってほしいな。うん、だから君も私を頼って。うんうん、なんかようやく君と同じとこに立てた気がする。君と出会えて本当に良かった。これからもちゃんとそばにいてね。心配？まあ追いかけさせる方が私の性に合ってるかも。なんて無理。本当言うとね、最近次の日まで会わないだけでもう寂しい。あ、もう終わり？観覧車なのに景色全然見なかった。君ばっか見てた。降りる前に一個くらいカップルらしいことする？って一つしかないよね。目って閉じた方がいいのかな。あんなもん練習じゃねえ、体罰だ。単にてめえが陸上部が気に食わねえから。くそ、また俺負けんのかよ。こんなクソのせいで走れなくなって、陸上部もなくなって。そうだよ、俺があいつに奪われたもん。もう帰ってこねえ大事なもん、お前の方だよ。人を利用することしか考えてねえ、お前の方こそクズだ、カモシだ。にやけた面でこっち見てんじゃねえよ。俺のペルソナ、こいつはいい。この力がありゃ借りが返せる。ほんと待たしちまったな。行くぜ。世話になったな。人間には世界を変える力がある。今はほんの少し忘れてしまっているだけ。お前たちのおかげで役目を果たせた。憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと他にあるかい。ここももうすぐ消える。帰るとするか。異世界だけじゃない、全てが認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ、君たちだって誰だって。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。希望さえ抱ければ世界は光り輝く。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界の全て。だからこそ
世界は無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。まだまだ未熟だが、ようやく満足できる絵が描けた。そう、これが本当の人間の心だ。タイトルは欲望と希望。どうだろう、前の絵に足りなかった部分を描き足した。この光はお前たちだ。タイトルでは希望、でも俺の中ではもっと明確な存在だ。こんなことに今まで気づけなかったとは、本当にありがたいお話。ご厚意感謝します。ですがお断りします。俺はまだらめとは違います。俺は欲望には染まらない。だって希望が見えているから。迷えば手を差し伸べ、間違えばいさめてくれる。そんな希望の光が、彼らがいれば俺は大丈夫です。変わった人だったな。確かに少しもったいないことをしたな。だがこれで良いとも思っている。我ながら矛盾してるが、これが心なんだろう。面白い。やはりこれこそが俺の描くべきものだ。きっと俺に付き合うのはさぞ面倒だったことと思うが、なぜだろうな。お前は最後まで俺を見捨てないと思った。本当にありがとう。お姉ちゃん、私ね、お姉ちゃんの味方だよ。誰にも手出しさせないから。電話。じゃあ私部屋行ってるね。お姉ちゃん、法で裁けない悪を明るみに出して断罪すること、それは間違ってないと思う。怪盗団だってそういう意思で動いてる。でも手柄のために強引な捜査をしたり、真実をねじ曲げようとしたり。ねえ、検事になるって決めた時の気持ち思い出して。それがお姉ちゃんの正義でしょ。思い出して、昔のお姉ちゃんを。この人数で固まってたらすぐ見つかっちゃう。別れて逃げないと。でもそうなるとおとり役が必要に。ダメ、危険すぎる。ジョーカー、あなたまさか一人でおとりをやる気。また後で。私が自分自身とお母さんの死とちゃんと向き合わなかったせい、なんで私あんなこと言われなきゃならなかったの。そう、知ってた。でも私はもう歪んだ上っ面なんかには騙されない。他人の声にも惑わされない。自分の目と心を信じて真実を見抜く。お前なんてお母さんのわけない。腐った大人が作った偽物だ。絶対に許すもんか。小さい頃から周りの人たちは私を見てなかった。私に優しくすればお父様に気に入ってもらえる。お金やプレゼントだってもらえる。大人も先生も友達だってそう。人はみんな損得のために笑う、そう思ってた。でもテレビの変身ヒロインはかっこよかった。いつでも他の誰かのために無償で戦って自分も笑ってる。そんな風になりたかったの。空想って分かってたけど憧れてた。愛人？私自身も会社の富に良くして育った娘。会社のための政略結婚ならと一度は受けました。でもこんなの話が違います。お父様個人の野心のためにこの男の王者になると。心はとうに決まっています。さようならお父様、私はもうあなたには従わない。